listening to Shibuya Cross FM.渋谷映画スクランブルです、生放送でここ渋谷クロス FM サテライトスタジオから、映画アドバイザーの宮崎たけるさんと一緒にお送りしていきます。宮崎たけるです。よろしくお願いします。宮崎さん、今日もよろしくお願いいたします。そして私は番組をナビゲートしてまいります、金井ひとみです。今日もよろしくお願いいたします。今日雨降りですね。そうですね、東京は昨日めちゃくちゃ暑かったのに、ね、なんか、うんうん、でその前はまた雨だったのに、うん、なんかコロコロ変わって春の陽気はこう、そうですね、移り変わりがあって、うん、曖昧な、なんて言うんですかちょっと全然関係ない話しちゃいますけど、金井さんがしてるマスクはそれどういう絵柄のあれなんですか。これ音声で聞いてる方には伝わらないと思うんですけど、これはお友達の、はい、というか、モデルの女の子のお母さんがプレゼントしてくれた、はい、そのイラストはその方が描いたものなんですか。これは多分洋服のブランドの生地だと思います。何だったかな、ね、ちょっとごめんなさい、名前忘れちゃったんですけど、調べておきますね、聞いておきます。なんとかっていう結構多分有名なブランドの生地だったかな、違ったらごめんなさい。いや、なんか全然こんな話してオープニングでしてていいのかわかんないですけど、はいはい、なんか今日別に僕普通のドラッグストアで買ったようなマスクしてるんですけど、なんかこういう風にこうお客さんに見てもらう場の時ぐらい、なんかそのビビアン・ウェストウッドのマスクをした方がいいのかとか思うんですけど、通気性がなって思ったり、結局なんかこの線のやつの方が性能がいいっていうじゃないですか。けどなんか金井さんの今日のマスク見てたら、僕もなんかちょっとおしゃれなマスクしてくればよかったなと思って。私二重にしてるんですよ。ああそうなんですね。二重にこの下にこの、あ、なるほど、フローリングのマスクをしていて防止しつつ、まあ、二重防止もありつつおしゃれあ、もうありつつ、これをした上でおしゃれなのすればいいです。はい、そうです。近いからそうします。もちろん感染予防もしつつ、まあ、ちょっとだんだん暑くなってくるとね、あれなんですけど、でもなんかこのマスクしてると会話が弾んだりとか。なるほど。なんかこうしばらくコロナ禍状態は続くじゃないですか、はい、そうですね、いきなりマスクなしの生活なんて戻ってこないと思うから、うんうん、なんかその重ね付けっていう発想を今なかったので、うんうん、はい、なんかそういったことで気分転換しながら、はい、子供受けもいいですよ。なるほど、ちょっといろいろやってみます。はい、そうです、楽しんで、はい、ね、そうですね、いきましょう。はい、今日も最後までゆっくりお楽しみください。この放送はパソコンやスマートフォンからもご視聴いただけます。音声でお楽しみの方は 88.5MHz 音声でもぜひお楽しみください。番組への感想やメッセージもお待ちしております。宮崎さんへの質問なども受け付けております。アドレスはこちらです。info@shibuyacrossfm.jp こちら、info@shibuyacrossfm.jp です。ぜひメッセージなど送ってください。番組のツイッターも開設しておりますので、ツイッターもぜひチェックしてみてください。ツイッターからのメッセージは、@r_映画スクランブルです。では曲に行きましょう。曲ザ・マルチーズヒロイン。Yeah.
はザ・マルチーズでヒロインでした、それでは宮崎さん、はい、今月も映画の紹介よろしくお願いします、はい今回はですね、5月6日金曜日公開、はい、死刑に至る病、こちらビジュアル出ましたね、阿部サダヲさん岡田健史さん主演の、監督が白石和也監督の作品になるんですが、はい原作が久志木理さんという方の小説になっておりまして、まず簡単にあらすじご紹介させていただきます、はいある大学生マサヤのもとに届いた一通の手紙、それは世間を震撼させた希代の連続殺人鬼ハイムラからだった。罪は認めるが最後の事件は冤罪だ。犯人が他にいることを証明してほしい。過去に地元のパン屋で店主をしていた頃には信頼を寄せていたハイムラの願いを聞き入れ、事件を独自に調べ始めるマサヤ。しかしそこには想像を超える残酷な事件の真相があった、といった、あらすじになっておりまして、まあ、簡単に、説明しますと、その、まあ、岡田健史君が中学生の頃によくしてもらっていたパン屋の店主を、阿部サダヲさんが演じていまして、そのパン屋の店主が実は10代の子供を標的とした連続殺人犯だった。でもうオープニングの時点でその犯人はもう捕まっています。でただその立証された9件の犯行のうち1件だけはこれは僕の犯行じゃない。でその1件に関してはその殺された人は10代ではなく20代の人で、他の犯行の手口とも違う。でそれを言っても警察とか検事とかは信じてくれないから、その昔顔なじみだった君にこの冤罪を証明してほしいっていう依頼がその、大学生のもとに来て、その大学生がその事件を調査していくといったお話になっています、うん、でこの作品結構前金井さん見たらぜひ感想聞かせてくださいっていうのをおっしゃってて、多分早めにチェックされてたと思うんですけど、そうですね、そうですね、うん、ちょっと楽しみにしてた。どういったところにこうなんか惹かれてチェックされてたんですか、この作品。まずは本当に白石監督と阿部サダヲさんのコンビっていうところがすごく気になって、で阿部サダヲさん白石監督の作品よく出てると思うんですけども、その阿部さんが出てくるファーストカットに私はいつも結構注目していて、本当にその最初に阿部さんが出てきた時のお芝居というか、はいはいはい、インパクトみたいなのがやっぱり毎回楽しみというかすごいんですよね。そこが今回もどんな感じで出てくるんだろうっていうところも楽しみの一つ。やっぱり阿部さんおっしゃる通り、はい、今回もすごくて、うん、なんかこの、まあ、今の、まあ、ご自身の年齢に合ったこの役柄、はい、今のハイムラを演じつつ20代の頃のハイムラも演じてたり、でそれも全然成立して見えちゃいますし、でその殺人鬼っていう設定なんですけど、はい、こうなんか人当たりが良くて、はい、なんか周りからこうなんか信頼を寄せてしまうっていう、はい、なんかその二面性というか、なんかそこも見事に演じ分けていられて、で本当にこの作品面白かったんですけど、僕今日この作品紹介はするんですけど、はい、どう紹介するかすごい悩んでまして、ストーリー展開を紹介しすぎると、はい、多分楽しみを半減させちゃうなと思っていて、で、まあ、まあ、映画日頃からたくさん見る方だと、多分ある程度こう映画見始めて、はい、あこういうストーリー展開だなとか、うんうん、こういうオチになるなとかってなんとなく読めること多いじゃないですか。もうありますね。でこの作品の場合も、うん、もう冒頭の時点でハイムラが捕まってる状態から始まるので、はいはい、その時点で考えられるとしたら、まあ、その9件目の、はい、その事件を起こした別の犯人を見つけ出すっていう、まあ、そのあらすじにもあったその犯人を見つけ出してどうにかなっていくっていうパターンか、はいはい、実はハイムラが何か陰謀があってその大学生を使って何かやってるかとか、こう、まあ、僕の場合仕事柄もあってついつい癖でなんかこう見ながら冒頭で、はい、ああこうなってるからこうなってくなとか、はいはい、開始30分時点1時間時点で今この辺を描いてるから残りの尺を考えるとこうはならないなとかこうなるなとかちょっと嫌な見方しちゃうんですけど、はい、なんかこの作品に限って言うと、うん、本当に物語がどこに着地するかがもうずっと分かんなくて、
だからなんかそのこの作品が特に描いてるのが、うん、その結局犯人が誰なのかとか、そのハイムラの思惑は何なのかとか、まあそういう部分もあるんですけど、一番多分重きを置いて描いてるのは、うん、やっぱり人なんですよ。人の心というか、うん、はいはいはい、まあそのハイムラという人間を通して、はい、こう、うん、まあ、パン屋の本当にいい人当たりのいい人望の厚い人物かと見せかけ、実は裏で何人もの子供を手にかけて、しかも拷問をして殺してたっていう、で、なんでしょう、なんか僕たちもこうあると思うんですよ、なんかあの人いい人だろうなって思ってけど、実際問題裏で何してるか分かんないし、それも僕はこうなんかいい人ぶること多いんですけど、裏で何してるか分かんないですし、いやいや、でもあと普通にね、事件とかだとよく聞きますよね、うん、そうですね、そのね、取材で、え、実はあの人なんかいい人でしたよとか、うん、ね、そうですよね、だからなんかそういったなんか、うん、どっか身につまされるものというかもあったりするし、うん、なんかそういう視点で人を見ちゃってる自分とか、うん、なんかその、まあ、大筋、話の大筋は、はい、枠組みはあるんですけど、うん、やっぱりそれを通して描いてたのは人のこう心の在り方というか、だからなんか なんていうんですかね、本当になんかこの作品ストーリー展開を紹介できないなって思っちゃって、なんかなんですかね、ちょっと話それるんですけど、はい、まあ、この作品は僕本当に心からおすすめできるから見てほしいなって思うし、はいはい、まあ、その上で一個言うとしたら、そういう謎解きとかそういうところに重きを置いてる作品ではないですよっていうところを踏まえた上でこの作品紹介しようって思って、で、なんですかね、こう日頃この放送外のこうかなえさんとおしゃべりしてる時とかに、僕ちょっとなんか悩み相談っていうか、なんかあのなんだろう、僕はやっぱりいい作品を届きたいし、あくまで僕の主観ですけど微妙だなとか、どうしようもない作品だなっていうのは本当にそれをそのまま届きたいなって思うんですけど、けどもう都度かなえさんに言われるのがやっぱり言い方とか届け方っていうのを踏まえて、最近なんかちょっともう、あ、もう全然もう言うんですけど、あのホリックっていう漫画原作の映画が今度公開されると思うんですけど、僕的には微妙だったんですね。で、あの、で僕原作漫画も読んでたから、多分まあその地雷臭も感じつつ、でけどそのまあ原作のことばっかり考えてみるとやっぱり良くないなと思って、フラットにもう原作のことは忘れてみようって思ったら、オープニングから原作の絵を出しやがったから、あの無理やりなんか引き戻されたなと思って、微妙だなとも思って、全然ホリックに関しては人を描いてなさすぎるなと思ったんですけど、なんかその上でこのホリックを届けるとしたら、何でしょう、蜷川実花さん独特のあの色彩豊かな世界観が好きな人とかだったら楽しめるんじゃないかって思ったから、なんか なんていうんですかね、そのなんかこうやってこういう番組とかで映画を届ける上で、多分こういう人には刺さりませんよ、こういう人には楽しめるかもしれませんよっていう伝え方をしてったら、なんかセーフなのかなって思って、でまあ、それでちょっとアプローチというか、この間ホリック試写で見た後 SNS に上げたけど、特に何も炎上もしてなかったんで大丈夫なんですけど、まあただその原作に思い入れのある人はちょっといろいろ考えてしまうかもしれませんよっていうとこだったり、まあその蜷川さんが描くあの独特の色味の世界観が好きな人だったり、出演キャストが好きな人だったら楽しめるかもしれません、でもし見て楽しめたんだったら、ぜひ原作にも触れてみてくださいっていうなんか届け方をしてみたんですけど、なんかそういうふうに響くであろう人に届けていく、でこの人には響かないんじゃないんですかっていうのもなんか発信してた方がいいのかなって、多分なんかあの誰に届けるかとだと思うんです。例えばその今このラジオの番組だったりとか、あと宮崎さんも映画本当にたくさん見られてて詳しい、あと本当に映画ファンの人たちは宮崎さんのその鋭い視点とかっていうのが
結構判断基準になったりして、うん、厳選していいものを見たいっていう人もいるとは思うんですけども、うん、まだ映画そんなに見てないよとか、はいはいはい、見たことないよっていう人がなんかその導入きっかけとして、うん、例えば今の作品であれば蜷川さんは好きで、うん、それでちょっと見てみようかなっていう人に見てもらってで何か見てあ映画って面白いなって少しでも思ってもらえてなんか次の作品に行ったりとか、はい、そういうこうなんだろう入門編的なものもありなのかなって そうですよね、それはなんていうのかな全部が全部なんかね本当にこうなんだろう挑戦的なというか新しい試みをやってみてるトライしてる監督さんもいるだろうし、うん、実験的な作品やってたりとか、うん、アート映画もあるだろうしという中で、こう誰にね届けるか、うん、まだ映画そんなに見たことないよ知らないよっていう人であればなんかねいろんな映画がある中で一本でも何か見てもらってで映画の世界に興味を持ってもらうきっかけになればいいのかなっていうのを、うん、なんか宮崎さんも全然なんかこうただシンプルに、うん、あそこがダメだったとか、うん、ここがダメだったっていうのは楽なんですよ、はいはい、でそれだけ言っててもなんか、うんうんうん、何も生まれないというか、はい、恨みを買うだけなのでなんかそれだったらなんかそこを深掘りするんじゃなくてそうですねこういう部分を楽しめる人だったらなんか響くものがあるんじゃないですかっていうアプローチをしていこうかなとなんか最近思った上でのなんか今回のこの死刑に至る病を見ててやっぱり内容はあんま言えないなって思っていくとなんかさっきみたいな紹介になるのかなって思ったり、うん、そうですよね。淀川さんだったかな何かで見聞きしたんですけど、褒めるところがなくて、うん、なんか美術の何かこう一部分を褒めたみたいなことを何かの記事で読んで、うん、でやっぱりそれってなんだろうテレビとかで解説をされてるから、はいはい、本当にもう万人に向けて発信をされていて、うん、少しでも映画に興味を持ってもらうという視点で紹介されてたっていうのを聞いて、うん、あーなんかなるほどなーっていうのを思って、うん、だからなんかちょっと、まあ、もうずっと毎回悩んでばっかりなんですけど、はいはい、なんかしばらくそういう路線でちょっとなんか映画を紹介していこうかなって、うん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 なんかそのホリックもそうですし、うん、なんか今回の死刑に至る病の届け方を今日どうやって紹介しようかなっていうのを考えてた時に、うんうんうん、なんかその辺ちょっと新しいアプローチをしていこうかなって、うんうんうん、なんかいいんじゃないですか、うん、この人たちに向けてとか、うん、なんかこう本当にコアな人たちに向けてはこういうことっていうので、はい、ちょっと変えてみたりするのもね、はい、ありですしだからちょっとだいぶ話それたんですけどいえいえとんでもないですけどだから僕本当にいろいろ映画見てて、うんうん、なんか死刑に至る病に関しては本当に久々に物語が どこに着地するのかわからないままずっとこう見続けられた久々の映画だったなと思っていてだからなんかそういう本当にどういった結末を迎えるのかわからないハラハラ感だったりなんかそういう人のなんか良くない部分っていうかなんかそういう部分をこうなんかあらわにしてくれるでその上でこう突きつけてくれるものがある、はい、なんかそういった骨太な重い作品を見たい方にはぜひこの死刑に至る病、はい、ゴールデンウィーク明け5月6日金曜日、はい、ぜひご覧いただければと思います、はい、もう一つ私ちょっとこの作品気になってたところが、はい今宮崎さんが人っていうふうにおっしゃってて、はい、あなるほどなってすごい思ったんですなぜかというと脚本が高田亮さんっていう方が書いてらっしゃるんですけどこういう作品で高田亮さんでどんなふうになるんだろうって思ってたんですよ高田さんあれですよね底の実にて光り輝くとか君はいい子とか、はい、オーバーフェンスとか、はいさよなら渓谷とかもそうですねとかを書かれてるのでなんかこう人って聞いた時にあそうかってちょっとこう腑に落ちたというか余計ちょっと楽しみにはなったのでなんかそういうところでも一つ気にして見てもいいかなっていうふうには思いますね、うん、楽しみですね5月6日もうすぐですね、はい、渋谷は渋谷シネクイントで、はい上映です。その他全国の劇場にて
上映されます。皆さんぜひチェックしてみてください、はい、白石和也監督の死刑に至る病です。はい、ありがとうございます。では後半も宮崎さんおすすめの作品を紹介していきます、はい、ではその前に1曲、ブルーボーイでオールソーラン。曲はブルーボーイでオールソーランでした、引き続き番組への質問やメッセージ受付中です、ぜひ皆さんメッセージなどあればお送りください、メールアドレスは info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp です。お待ちしております。はい、では
後半も宮崎さんおすすめの映画をご紹介いただきます。はい、次僕が紹介しますのは、はい、6月3日金曜日公開、はい、冬装備。はい、もうちょっとあの今日紹介するか非常に悩んだんですけれど、あの、まあ、今こちらあの画像が出てますが、まだあのポスターも公開されておらず、まあ、先ほど言いました通り6月公開なので、はい、ちょっと先の作品にはなるんですけど、そうですね、はい、僕先週試写で見てきたばっかり で、 あ、ね、あの、はい、本当に面白かったのとまだすごい熱量が残ってるので、うん、今のうちにちょっと紹介しておきたいなっていうのがありまして、はい、します。こちら監督が坂本淳二監督、うん、で、はい、主演が伊藤健太郎くんになってまして、はい、本作がその2年ぶりの映画出演となる、はい、伊藤健太郎くん、あの、まあ、はい、ご存知の方もちろん多いんですと思うんですが、まあ、ちょっとあのバイクのひき逃げ事故、はい、事件の件があって、まあ、あのもう示談になってもうあの当事者間では成立していることだと思うので、別にもう今更なんか何も言うつもりはもちろんないですし、でただ何でしょう、僕この冬装備あの使者呼んでいただいて見る上で、はい、やっぱりどっかこう気にしちゃうというか、なんかこうどっか引っ張られちゃうんじゃないかなっていうか、その伊藤健太郎くんが起こした事件に関してどっかそのことを頭に浮かびながら作品見ちゃうんじゃないかなって思ったり、なんでしょう、この冬装備 の、 あの企画段階でその坂本監督にまず伊藤健太郎くんで映画作ってくれませんかって話が来て、でその前にまず彼と会わせてくれっていう流れがあったらしくて、で坂本監督が伊藤健太郎くんと2人で会っても他の人出てってもらって、でその伊藤健太郎くんが今までどういう風に生きてきたのか、どういう親の元で過ごしてきたのかとか、どういう友達と過ごしてきたのかとか、なんか今何を思ってるのかとか、そういうのを全部話して話を聞いた上でこう伊藤健太郎くんに当て書きで作った脚本になっていまして、だそれも事前にあの情報として分かってたから、うん、より何でしょう、伊藤健太郎くんがフィードバックされた物語なんじゃないかなって思ってみたんですけど、全然そんなことなくてまあそんなことないってことはまたないんでしょうけど、少なからず彼本人の何かしらがこうその役のこう人物像にはこう当てはめられてるでしょうし、けど何でしょう、その現実のあれこれを考える必要などないくらいシンプルに物語が良かったですし、まあ、その主演の伊藤健太郎くんはじめ脇を支えるベテランの、はい、小林香織さんにね、ここに名前出てますけど、小林さんだったり、うん、陽木美子さんだったり、うん、まあ、あと坂本組常連の、うん、石橋蓮司さんだったり、うん、本当に脇を固めるそのベテラン勢プラス、はい、その最近のこのなんていうんですかね、映画界を盛り上げてきてる舞熊さんとか、うん、河合優美さんとか、はい、あの和田光太さんとかも出てらして、本当に何でしょう、伊藤くんはじめこう脇を固めるベテラン陣と今上がってきてる若手がいるっていうこの座組もすごい素敵だなと思いましたし、だからなんかその初めに言っておきたいのは、その伊藤くん云々のなんか現実で起こったあれに引っ張られる必要はない作品ですよっていうのをまずあの第一にお伝えしておきたいなっていうのがありまして、で何でしょう、あまずあらすじ、あの先に話せばよかった、はい、紹介しますね。ある港町、専門学校にも行かず半端な不良仲間とつるみ、友人や女から金をせびってはダラダラと生きる純、伊藤健太郎演じる純、ろくでなしという言葉がよく似合う中途半端な男だ。両親は埋め立て用の土砂を運ぶ海運業を営むが、時代とともに仕事も減り、後継者不足に頭を悩ましながらも何とか日々をやり過ごしていた。純はそんな両親の仕事に興味も示さず、親子の会話もほとんどない。そんな折、純の仲間が何者かに襲われる事件が起きる。そこに浮かび上がった犯人像は思いもよらぬ人物のものだった。といった、あらすじになっておりまして、まあ、あの簡単に言うとこう、まあ、20代の若者が主人公で、この専門学校っていうのがなんかあのデザインのなんか服のデザインとかの専門学校に通ってる学生なんですけど、親に金出してもらっときながらろくに授業も行かず、悪い友達とつるんでなんかこう自堕落な日々を過ごしている若者が、こうその
両親置いてきた両親だったりその実家の誰も継いでない自営業のことだったりなんか これからどう生きていくかとかそういったことに、こう思いをこう募らせていくというか なんて言えばいいんですだからそのこの作品見てて僕はやっぱりこう20代の頃の自分をすごい思い出しましたしなんかこう頑張らなきゃいけないことが目の前にあるのにそれに本気で向き合えずやらなくてもいいことばっかりやってやらなきゃいけないことにおろそかになってしまっているで親に甘えまくってっていうなんかそのまあ見る世代によって感じ方は様々ですけど僕30代なんですけど30代の人が見たら自分が20代の若かりし頃を思い出すかもしれないですし20代の人が見たら今現在の自分とこう重ね合わせて見てしまうかもしれないしでこの作品良かったのがその伊藤健太郎くん演じるジューンを描く尺と、まあ、同じではないんですけど同等ぐらいにその両親小林薫さんと陽気美子さん演じる両親の描写もそこはご夫婦そうなんですね多くてだからその、まあ、さっき言った僕世代で自分と重ね合わせられる20代以外にもその親世代の人が見てもなるほどなんかまあかつての自分を思い出すかもしれないですし子供ね今いる自分の息子娘のことを考えてしまうかもしれないですしで僕からしたら何でしょう20代の頃の自分ああだったなって思うのプラス親にはこんな風に思わせちゃってたんだなっていうのを小林さんたちの姿を通して見れたりしてだから結構幅広い世代にこの作品響くんじゃないかなっていうのもあるからこれ本当にぜひいろんな20代30代もそれより上の親世代でしかもその伊武雅人さんとか石橋蓮司さんとか演じてる役がそのまあ、その海運業のもう人でも全然いない経営も厳しいとこでもうとっくに定年なんて迎えてるんでしょうけど生活のために働いてるだからなんかそういう問題も描いてたりしててだから本当にもしかしたら若者からおじいちゃん世代まで響くものがある作品なんじゃないかなって思っていてで何ですかねその上でこの作品見ていてすごい思ったのがなんかこう言葉で言うのは簡単なんですけどなんか明日から俺は変わるとかもうなんか これを機になんか心を入れ替えて変わるんだとか自分もやっぱ言ってたし今もたまになんか言っちゃうのかなとも思うんですけどやっぱり人ってそう簡単に変われないというかなんかそれまでまあもともと持って生まれ持ってきた自分の性質だったりなんかその今まで生きてきた中で培われてきたものだったりとかでまあそれがなんかうまくこう作用していくんだったらいいんですけどそれがなんかこううまくいかないことに直結していくんだったらやっぱ変えるべきだと思うんですけどなかなか変えられないじゃないですか、まあ、そうですね、そうですね、で年齢重ねていけば重ねていくほどよりもう凝り固まっちゃって無理だと思うんですけどなんかその上でこの主人公のジュンがこうまあ、いろいろ痛い目に遭いながらも少しずつ少しずつ成長していってその悪い仲間たちとも縁を切ったりでこう両親ともこう関わる時間を少しずつ増やしていったりこうなんか専門学校もちょっと頑張ってみるかとかってなっていく姿を描いてるんですけどけど なんていうんですかねなんかその場その場ではやっぱり頑張るけどなんかそれで変われるのかっていうなんかだからこの作品見ていて本当に思ったのがなんか人は本当に変われるのかどうなのかって、まあ、あんまりそのストーリー展開は言わないですけど、はいはいはい、けどなんかそこも含めてそのさっき頭にその実際に現実で起きた伊藤君のことを云々は考えないで見てほしいっていうのは言ったんですけどなんか全然いい意味でやっぱり最終的に彼のことに重ね合わせられるというか、なんかそれが坂本淳二監督なりの伊藤君への愛というか、なんか彼にこういう変われるのか変われないのかっていう作品をぶつけるあたりがなんかこうなんていうんですかね監督のね愛というかね、うん、変に健太郎君を持ち上げるわけでもなく、はいはいはい、かといって彼になんかエールを送るための作品というわけでもなく作品見てるとその描いてることを見てるとでただその上でやっぱりなんかその
まあ、伊藤くんに限らずですけど、僕ら見てる観客とか、日々生きてるこの世の中の全員だと思うんですけど、なんか本当にどう何を持って変われたって言えるのかなとか、なんかこの作品見ながら僕本当に20代本当にこの作品の純のような生き方をしてたなって思うので、他力本願でなんか親の金頼りに生きてて、でけどなんか29でなんか頑張ってなんとか今のとこまで来たとは思っているんですけど、それでもやっぱりまだどっか親に甘えてるなって思っちゃうし、なんか29を境に俺変わったって思ってる自分がいましたけど、そんな変われてないなっていうのを、私もまだまだですよ。いやだからなんか本当にこの作品に関しても見てて、まあ純粋に物語としても面白いですし、なんかこう自分に突きつけられる、まあさっきの死刑に至る病もそうなんですけど、なんかこう持ち帰れるものというか、ただ見て終わりじゃなくて自分はどうなんだとか、なんかその見終わった後もこう自分の日常の中で続いていく問いかけをくれる作品といいますか、だからあのなんかそういう本当に人間ドラマが濃い熱い作品見たい方には、冬装備あのまだポスタービジュアルすらできてないんですが、ぜひご覧いただきたいですね。なんかまずね、私この作品ね、宮崎さん紹介しますよっておっしゃった時に、はい、この冬装備っていうタイトルがすごい素敵だなと思っていて、この冬装備、冬のバラって書くじゃないですか、はい、これってなんだろうなと思ったら、冬四季咲きのバラ、四季咲きのバラってその通年咲くバラ、はい、まあ、通年って言ってもすごく暑い時とか寒い時とかは咲かないっていうことらしいんですけども、その通年咲くバラがこう冬まで、冬の寒い時期まで花が咲き残ってるバラのことを言うらしいんですね、一般的に、はい、なのでそれをこう調べて、見て、それだけをタイトルだけをこう頼りに、それだけでももうなんかすでにどんな作品なんだろうっていうのをすごく楽しみになりましたね。本当素敵なタイトルだなっていうふうに思っていて、その劇中でもその実際のバラは出てくるんですけど、その辺も踏まえて、僕あんま今言わないようにはするんですけど、なんか見ていただけたらなっていうのが一個ありますね。イメージがちょっと膨らんで、なんか素敵な、もうそれだけで素敵な映画なんだろうなっていう風に感じさせる、はい、作品なんじゃないかなって。いやだからあの本当に今日何の作品紹介しようかなってずっと考えてて、まあ、これもやっぱりあくまでも僕の主観でしかないんですけど、なんか、まあ、本当に何しろ月に何十本も試写で見てるんですけれども、やっぱりこう面白くないなって思う作品も多かったりして、でなんか何が違うのかなって思った時に、まあそれが全てじゃないんですけど、やっぱ作品世界を信じさせてもらえるかもらえないかっていうのが僕の中で結構大きくて、どっかまあ別に悪くない作品なんですけど、結局なんかこういう役柄こういうシーンを演じてる俳優の何々さんに見えてしまう時があったりとか、まあそもそもの演出とか描き方の問題で説得力に欠けるなとか思っちゃって、それが積み重なっていくともうしんどいなって思っちゃうことが僕は多いんですけど、なんか冬装備と死刑に至る病に関しては本当に何でしょう、まあ安倍貞夫さんって分かってるけどハイムラだってもう信じられたし、そのハイムラの20代の頃映し出されて、それも安倍さんやっててもハイムラだって、20代のハイムラだって思っちゃいますし、冬装備もその最初懸念してた伊藤健太郎君のこともあったんですけど、もう全然純だって思って見られましたし、それはやっぱりまあその監督の力だったり、まあスタッフさんの力だったり、俳優さんに関わる全ての人の全部が積み重なってだと思うんですけど、なんかこうそれにまで達してない作品が多いなって思っちゃって、だから
なんか本当に最近僕の中で作品世界をこう一切何にも疑わずに信じられたのが死刑に至る病と、まあ、冬装備だったなと思って、ぜひねちょっと見てほしいですよね。死刑に至る病が5月の6日でしたっけ、5月6日ですね、はい、公開で、冬装備が6月3日、少しありますけど、私この間ぜひ坂本淳二監督の映画を皆さんなんか見てない方はいろいろ見てほしいなって思いました。なんだろう、見たらまたその坂本監督の世界観というか思いみたいなのをすごく感じられるんじゃないかな。私大好きなんで何が好きですか？何好きだろう、結構どれも好きです。もうなんか本当に好きだから なんかそういう目線で見てしまうのかもしれないですけど、多分どれもいいと私は思ってしまっているんですけど、最近の反世界とか、はいはいはい、一度も打ってませんがすごい良かったなと思って、最近の そのそうですね、2作品だとね。なのでね、全然見たことない人も数本の人もいろいろ見ていただいて、またこれを見ると、はい、なんかよりその坂本監督の思いというか、うん、なんだろうね、その出演者の伊藤さんの視点だけじゃなくて、はい、もっとなんか広い視点で、見れるんじゃないかななんて思いました。ちょっとね、せっかくちょっと先なので、はい、そういう見方もしてみるのもまたね、面白いですよね、はい、なので次回の放送でまた軽く紹介はするかもしれないぜひぜひ、はい、お願いします、はい。坂本淳二監督の冬装備、公開は6月3日、はい。今新宿ピカデリーほか、全国劇場にてという感じになってますね、はいはい。また来月も紹介したいと思っております。あと宮崎さん、なんか今日あの宣伝、毎回忘れてきちゃってたんですけど、はい、ぜひぜひ。何回か前の放送とかで紹介してたと思うんですけど、はい、僕がこの独創マガジンという、うん、あのミニシアター限定で配布されてるこの映画のフリーマガジンがあるんですけど、はい、こちらで前から連載書かせてもらってまして、実はですね、今月号からちょっと僕コーナーリニューアルしまして、この俳優の花柳のぞみさんという方と一緒にですね、全国のミニシアターを巡る企画を、うん、新たにスタートしまして、取材されてるんですよね。そうですね、うん、第1回はこう池袋シネマロサに行ってきたんですが、次回が5月多分5日前後に、はい、各ミニシアターに置かれる、うん、5月号では新宿武蔵野館をご紹介してまして、うん、こう一個一個回ってって全国制覇できればなと思ってるんですが、ぜひミニシアターに足を運んだ際には、うん、この独創マガジン手に取っていただけますと幸いです。結構ね、しっかり取材されてて、なんかあ、こんなこともあったんだみたいなところもね、披露されていて、知らないこともたくさん載ってるんじゃないかなと思ってるので、ぜひミニシアター、ね、そうですね、ミニシアター、シネコンとかには置いてなくて、ミニシアター限定で置いてありますので、ぜひ見つけてみてください。独創マガジンですね、はい、はい。もうすぐね、ゴールデンウィークですから、もう映画見るにはいいね、だから5月頭なんか対策多いですよね、うん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 、やっぱりゴールデンウィークにね当てて、いろんな作品があると思うので、ぜひ皆さん劇場でね、長いゴールデンウィークですから、はい、そっか、そっか、月曜休みにしたらもう金曜からずっとぶっ続けですもんね、お休み続けて、お休みの人もいるでしょうしね、カレンダー通りの人もいるかもしれないですけれども、ぜひ劇場で映画を楽しんでいただければと思います。ちょっとね、今私も楽しみな作品もあったりして、あ、マイク・ミルズ監督のカモン現在公開中ですね、はい、はい、公開されたばっかりなんで、ちょっと近々見に行かなきゃなと思ってるんで、カモンカモンもおすすめです。いいですよね、多分絶対いいだろうなって思いながら、はい、いやいや間違いないですね、楽しみにしてます。皆さんもね、好きな作品ぜひいろいろチェックしてみてください。はい、残り時間も少なくなってきました、この放送は YouTube でも、ご覧いただけます、YouTube で
渋谷クロス FM と検索してみてください。見逃した人は YouTube でもぜひ見てみてください。次回の放送は5月の22日です。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。宮崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また来月もよろしく、はい、よろしくお願いいたします。この放送は第4日曜日の夜に、毎月放送しております。また来月もここ渋谷クロス FM でお会いしましょう。ゴールデンウィーク、来月も皆さんが劇場で素敵な映画との出会いがありますように。最後曲かけて終わりにしますかね。はい、曲はEさんで赤トンボです。